アキナイ密着取材。今日一日のアキナイはとっても充実した一日。なんとベストボーイジャパンに出場。皆さん行ってまいります。張り切って会場まで足を運ぶアキナイファミリーたち。しかしようやく会場に着き説明を聞いていると、なんとやばいことに気がついた。やばいやばい、スタッフの応募ミスでムキムキコーナーに出ちゃった。それでもめげずに飽きない出場。そしてその後友人の格闘技試合の観戦など、なんとも贅沢で忙しい一日。そんな飽きないの飽きない一日を密着しちゃおうじゃないのスペシャル。プライベートルーム飽きない TV。 ずっと笑ってよ。まずは準備をしてレッツラコーン。頑張ります。どうですか、あの44歳でなのに35歳から45歳の部門で。ちょ、ほんとやだよこれ。45歳もうあと1歳いってれば1歳っていうか、あとは何、45歳から上の、あのそっちも絶対いいよね、勝てるもん。ギリあのフリーじゃないですか。だからもう頑張るしかない。頑張るしかないですね。35歳に負けてられないでしょ。はい。すっぴん。あ、すっぴんって言った方がいいかもしれないですね。え？すっぴんって言った方がいいかもしれないですね。いや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 。代わりにロマンに出てもらう。代わりにロマンは私の年でね。大丈夫です。猫さん、マサヤさん、コンビニで車に GoPro をセットしちゃってます。音声カメラコントロール付き小型カメラ。飽きないとロマンを待つこと約10分。そして10分後、何やら飽きないコンビニの店員に少し怒っている。あの人さ、チンもしてくれないの。どうやらおにぎりをチンしてくれなかったファミリーマートの店員さんに不満があるよう。いや、この人チンしてくれるよね。いや、これチンしてくれない。そしてついに、僕だよ、芋洗いだか。どうやら芋洗い坂係長に似てたらしい。さらに、何でムカつくあいつ、ハゲ。ハゲてたらしい。今から向かってまーす。頑張ります。頑張ります。頑張るぞ。おい。頑張るぞ。だろうな、今日一日はね。そしてこの後、アキナイの恐ろしい本性が明らかになるんです。今日は頑張ってくださいね。はい。TV だからね、ちゃんとあのナレーションっていうかそういうのにしないとダメだよ。
かって分かってますか？曲がってる？分かってます？どんどんどん。曲げ合いで今お食事中よ。私の食事なんだから。それレビューしてよ、レビュー。もうクリームチーズパンがないだけでもうダメだ。クリームチーズパンがないだけでもうダメだ。クリームチーズパンがなかったことにだいぶ怒っているよ。ということで、クリームチーズパンへの恐ろしいほど執念を持つ飽きないをご覧あれ。クリームチーズパンなかった。もうなくなっちゃった。ファミリーマートにクリームチーズパンがあったんですけど、クリームチーズパンがなくなっていて、私はファミリーマートがあんまり行かなくなりました。ファミリーマートにあったクリームチーズパンが、ファミリーマートのクリームチーズパンが、ファミリーマートのクリームチーズパンが、ごまチーズパン、ごま入りのチーズパンに変わっちゃったもん。びっくりだよね。なんでそんなにこだわるの？さあ、クリームチーズパンのことはもう忘れて、レッツラゴーンと行きます。クリームチーズパンのことについても なくなっちゃうんだもん。まだ忘れられない。ということで、ふんわりしたさ、私大好きなね、もちもちのパンの、あの中にカマンベールみたいなチーズがたっぷり入ってる。あれが食べたい。あれが二度と食べれないと思うと、そんなに？私あれが生きがいで、もう朝さ、斉藤さんが買ってくるのを待ってたのにさ、いきなり突如としてあれが停止になっちゃって、ごま入りになってて、ごま入りの中のクリームのクリーム自体が違うんだよ。もうありえない。さあ、もう今度こそクリームチーズパンのことは忘れましょう。そんなこと言わせたらまた思い出しちゃいますよ。クリームチーズパンがないんだよね。おやつ思い出しちゃった。私のクリームチーズパンがないんだよ。私のクリームチーズパンないってどういうこと？あれがなくなるなんて夢にも思わなかった。恐るべし、この執念深さ。それでは皆さん、行ってまいります。スカちゃんです。こちら運転スカちゃん。ファイティーン、ゴー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 、ドープロ宣言ボーオフオフオフ、ゴークロ電源オフ、ゴークロ電源オフ、ゴープロ、ゴープロ電源オフ、電源オフ。本来であれば、ゴープロ電源オフと言えば電源がオフになるはずだが、
彼女の場合は、ドクロゲンデンボ言えない。ガッツリじゃん、ガッツリじゃん。あれ何が彼女、そうでしょ多分ね。イーストタワー、あ、あっちです。すごいスタイルいいじゃん、みんなね、あの女の子。2016ベストボディジャパンミスター&ミスコンテスト、いよいよスタート。会場が盛り上がってきたところ、その時舞台裏で商いがやばいことに。帰れないの？帰る？いや、あのね、やばいやばい、みんな見たらムキムキだよ。ムキムキのあれに行っちゃったわけだね、間違えちゃって。それです。あ、それこれこれ、私が間違えました。どうもすみません。それは言ってたんだけど、私が受けるやつが40歳から49歳のモデル部門っていうのがあるの。細身のモデル、顔とかのルックス。私が受けたのは、私が一番最年長の35から45歳までの最年長で、みんなムキムキ。脱いだらすげえの。脱いだらすげえの。そうです、彼女は44歳という年で奇跡のボディの持ち主。この年で数々のグラビア出演もしている美魔女なのである。なのでムキムキではない、とりあえず出場。
皆さん腹筋バキバキ、そして1番の腹筋、2番の腹筋、そして3番アキナイの登場。自信満々に歩いてくるアキナイの腹筋にご注目。4番、割れてない。虚しく退散。どうでした？どうもこうもね。緊張しました？緊張もどうもこうもね。だいぶ近いな、ちょっと。いや奥すごいのよ、みんな。なんかもうすごいの、男の人とかかなと思って。筋トレ半端じゃないよ。今やっても変わるのかな。変わる変わる変わるんだよ、だ今やらなきゃダメなんで。そして顔見知りのイケメン先生と遭遇。すごいイケメンだね。こちらの先生は札幌ルトロアボーグビューティークリニックの院長、前田拓馬先生。ライザップでこんなにかっこよくなったの。通称前田く。いかがでしたか？いやもう本当に疲れました。お疲れ様でした。そして次なる密着は誠くんの格闘技試合の応援。その舞台はなんと新宿。他の選手の試合が始まり、会場が盛り上がってきたところ、秋内は寝てる。残り30秒で会場が盛り上がってきても、秋内はやっぱり寝てる。ラスト10でそろそろゴングが鳴ろうとするその時、それでも飽きないわ、寝てる。どうやらだいぶお疲れのようですが、頑張って喋ってもらいましょう。はい、皆さんこんばんは。プロリーが終わって今新宿にさあと新宿が終わって、あーね、渋谷よくこういう格闘技の場で寝れますね。ほのか真剣だって。私寝てたよね。寝てます。この音楽が眠くなるの。だからここなのよ、気がついたね。全然やだ。第5試合に参加しまして、両選手に激励賞が届いております。赤コーナーゆうき選手ではゆきこフラワーオーナー様、泉産業課長様、シダックス佐野支店支配人様、栃木商品課社長様、佐野社長カット様、そして試合前の誠くんと遭遇。見てるから、見てるから、アキナイTV。
頑張ります。まことくんともあえて目が覚めたところで喋ってもらいましょう。先ほどベストボディジャパンに行って帰ってきましたが、帰ってくる途中にですね、お友達のまことくんの試合を、これはボクシング、続きまして第6試合をキックボクシングを見に来ました。まずは青コーナーより、ほらもうすぐ来ますよ、もうすぐ来るよ。だが試合が始まるとまた寝てしまう。そして寝てると思われたくないのか、何やらうなずく飽きない。次だよ。いいですいいです。今からお友達の誠くんの今からですね、試合が始まります。もうあとちょっとだよ。試合試合頑張れよ。あ、危ない危ない。ほら、誠くんが、それでは、誠くんの試合ですよ、ほら誠くん、応援してあげてよ。頑張れー、ファイティーンって、ファイティーン、ファイティーン。お、誠選手の入場です。あ、誠くんだよ、誠くん。
僕って何？そして試合は惜しくも負けてしまったが、それよりそれより商いちゃん、寝ないでよく応援できました。今日も一日ありがとうございました。いい一日でした。今日だよ、前髪がタコ八郎。こうして商いとタコ八郎の一日は無事に終わったのである。めでたしめでたし。幸せの足音が二つ重なったら、瞳閉じ手をつなぎ永遠を誓うわ。